はい、カントリーベース口です。暑いですね。真夏の韓国です。でね、今日はね、自撮りしてます。カントリーベースコリア、カントリーベース韓国の、まあ、様子というか、今日はね、研修会で、昨日は現場にもちょっと行ってたんですけれども、まあ、どんな活動をしてるのかなっていうのをね、ちょっと知ってもらいたいなと思って、撮影の方をしようかなと思いました。すごくね、なんかいい場所にあるんですよね。ロケーション的には最高だと思います。で、ね、何よりもね、駐車場が多いってないですよね。止めれる駐車場が多いっていう。僕ら台湾とかにも会社あるじゃないですか。で、やっぱ車問題っていうのは結構大変で、車を止めてゆっくりと過ごす場所っていうのはね、すごく必要なんですよね。で、あんまり俺撮影禁止なんですけれども、ここがアメリカの米軍基地になってるみたいですね。まあ別にいい、別にね、僕ら のビジネスに何の問題もないんでいいんですけれども、まあ今日はここの中でね、デザインコンクリート研修やってますので、ちょっとその様子も少しお届けさせていただきたいなと思います。まあ共同に一緒にやってるカントリーベースコリアのリーさんのインタビューも一緒にお届けできたらなと思っております。なんかね、カントリーベース韓国って、すごいねすごいねって言われるんですけれども、地道な作業です。一件の受注を取るのにも必死です。20万10万の工事で、手を叩いて喜んでおりますので、カントリーベースの出だしの頃というか、昔の懐かしい思い出が蘇ってくるというか、ビジネスの基本に立ち返れる、そんな経験を僕もさせていただいているんで、すごくね、いい経験を積ませていただいております。なんかもっとちっちゃいところでスタートしてもよかったんですけれども、リーさんがここじゃなきゃやだという、いうことでここになってます。で、同じ建物がね、こっちにもう一棟建ってるんですけども、今年の2024年かの10月に、まあ、日本の職人さんを、まあ、連れて、ここで韓国の職人さんとの技術交流会も行っていきたいなと思っております。日本の職人さんと韓国の職人さんと一緒にコミュニケーションして、どんどんとその若い世代っていうとね、僕がおっさんみたいなんですけれども、そういったつながりを、動線をね、まあ、作ることができたら、まあ、僕の中では仕事人生の中で少し一石を投じれるのかなとは思ってはいるんですけどもね、その後にね、たくさんいろんな方々が、まあ、日韓行き来したりとか、まあ、日本と台湾とか、もしかしたらこれから始まるかもしれない、オーストラリアとの取引とかでも、まあ、いろんな方々がね、行き来しやすくて、自分の可能性を信じて、仕事の幅をね、広げて、チャレンジしたいなと思えれる方がたくさん出てくればいいかなと思っております。でも何回も言いますけれどもね、本当に台湾とか韓国とかやってますけども、事務所会社立ち上げてとかっていうのもね、お聞きするんですけども、まあ今回リーさんがいたから始めたっていうのもあったんですけれども、若い経営者の背中を押してるだけです。やりたいなと思ってる人がいたので、その方の背中を押しながら、まあ二人三脚で一緒に会社をやってるっていうだけですので、また今後にもまた期待していただきたいなと思っております。すごいですね。はい、暑いです。本当に日本の職人さんもそうですけれども、暑い中頑張っていただいて感謝ですよね。感謝しなければいけないですよね。はい、ということでちょっと中の方に入っていきたいと思います。デザコンウォールもありますね。ちょうど研修会もやってます。リーさんです。いやでも偉いですよね。まあ最初から人任せにするんじゃなくて、自分でね、やるっていうのがすごく大事だと思います。日本のカントリーベースイズムをね、リーさんにも伝授できてたらすごくいいかなと思います。結構ね、お庭が素敵なんですよ。お庭というか、庭じゃないか、ウッドデッキっていうんですかね。めちゃくちゃいいじゃないですか。羨ましい。なんか試作してたんでしょうね。
で、ここでいつも朝ごはん食べてます。これね、この擁壁がね、全部ブワーってね、バラ咲くんですよ。すごいっすよ。すげえ、めちゃくちゃ綺麗ですよ。いつかね、うちのスタッフもそうだし、日本のお客様とかともね、一緒に来れるように、一緒に来れるというか、お客様が来てもね、迎え入れれるように、会社もね、頑張って大きくしていかなきゃいけないかなと思ってます。今ね、昨日仕上げた現場を今回の受講生の方々にも見てもらってます。やっぱり自分たちのそのやっていることの着地地点がこんな感じになりますよっていうことが分かればね、すごく今やってることというか、今ね、研修していることのなんか意味合いが分かってくるんじゃないかなというふうに思ってます。これは窓枠をデザインコンクリートで施工して、そしてこの外観を発泡スチロール、ソイのベースコート、ソイのメッシュ、そしてプライマーして仕上げしています。はい、これリーさんと2人でやりました倒れるかと思いましたけど、無事に仕上がってよかったです。今日もね、デザインコンクリート研修ということで、実際の受講生の方に見てもらってよかったです。